皆さんこんばんは、夢ホーム石川佳彦です。ミですピ石川さん、ちょっと襟元がセクシーな感じで、ちょっと谷間を強調してね誰にですかみたいな、サービスですか。今日は弟子の魔人ブーも連れてきたっけね。あお、これなんかね、すごい可愛らしいですね、うん、これ多分 UFO キャッチャーで撮ったやつ。あ、そうなんですか。こんなんあるんですね最近。俺を撮ってくれって訴えかけてましたか。そうそうそう。あ、これ石川さんが自ら撮られたと。うん、長男が欲しいよ。どうですか UFO キャッチャーって、何回かやっぱりトライして撮って撮れるもんですか。おお、3回4回やれば大体撮れるんじゃないか。撮れりゃもう店員さん呼ぶ。あ、うん、撮れるように置いてくれ。ほん置いてくれるんですかそれ。置いてくれるよ、あれみんな言うた方がいい。なんだ、うん、3回やったところぐらいで5回も6回もやっとんだけどって言うんですか。うん、撮れんでってからね。でもそれで最終的に撮れればもう息子さんのヒーローですもんね。そうそう、うん、あとはもうわざとこう ずれてここをついてくださいみたいな。ああ、教えてくれるんですね、うん、それは息子さんには見せず。いやいや、見せるんだよ。これが世の中だと。へまあこれも教育の一つということで、はい、もうね、番組始まってすぐにあの皆さんそれぞれの星座を書き込んでいただいてるんですけど、先週ですよね、ギリギリまで発表できなくて、ね、揃わないんじゃないかと。ビアビアしたね。うん、ビアビアとしましたけど。ビアビア、うん、恐ろしかった。はあ、そうだ、さらに引き締まった石川さんなんていうコメント来てますよ、あくびさんから。そう、さっき途中じゃガブ飲みなんかされてましたけど、ひげ剃ったのわかるわし、うん、なくなりましたね、うん、そういえば。上の毛も下の毛も。そうなんですよ、その辺の話もちょっと聞きたいなと思うんですが、まずはいや別にそこで終わったんだけど終わったんですか、うん、セクシーな石川さんですって、ね、うん、もう一回サービスとかもこう、皆さん石川さんのサービスタイムです、12星座が揃えば発表できますので、皆さん書き込みの方もよろしくお願いします。じゃあ今夜もよろしくお願いします。ピッ、次生初開地。この番組は住宅リフォームと外交工事でおなじみの素敵住空間夢ホームの提供でお送りします。探偵物語みたいなこのジングルがですか。なんかいろいろですね、この間からうちぃさんが、うん、より良い番組にしようと。さすが婚活に大手のうちぃだね。なんてうなってますよ言うたかこいつはみたいな、そんな感じでしたよ今石川さん、ひげはいつ剃られたんですか。いや、先週かな、うんうん、先週でも月曜日ありましたよね。あった、あれなかったなかったのよ、違和感がなかったのかな今日私気づいたんですよ、ヒゲあり顔しとるやっぱりヒゲあり顔もともとヒゲありそうっていう。いや、この鼻のヒゲはね、なんか暑いしなんかもう嫌だなと思って剃ってね。結構汗が出るところですもんね、うん、うん、顎ヒゲはね、うん、下の子にこうフキフキしよったらヒゲが痛い言うけど、あ、もう速攻で剃ったよね。好きになってもらうためにもね、父さん好き好きって。評判の方は、んいや、剃ったら剃ったで誰も気づいてくれるのよ、ね、今日ね、なんか、うん、何の気なしにパッて見た時にあれと思って思った。うん、いや、今喋り始めた瞬間ぐらいに思いましたそうそう、うん、まあ影が薄い人間だけどね、わしらもう。あ、おったんしかファンみたいな、絶対ないと思う100% ぐらいないと思いますけど。おい、飲み屋でも一回行ってね、うん、半年後行っても覚えられとるけどね。そうでしょう、うん、ねえ、まあびっくりさすわ、びっくりさす、うん、さあ、さっきも言いました、途中茶を今日もガブ飲みしていた石川さんで、あの石川さんセクシーとかですね、かっこいいなんていうソーシャルへの書き込みも、まあ、ここだけよ、こうやって言ってくれるな、ほんまね。そうなんですか、うん、じゃあ皆さんにお礼を。ありがとうございましたいや、今日ね、はい、近所のおばちゃんがね、うん、ちょっと石川さん言うて電話してきてね、うん、ほんで行ったらね、最近奥さん
もう見かけんし、子供ファンの笑い声も聞こえんのんだけど、離婚しちゃったん言われて。怖い、なんでですか。はい、なんかそういう噂になっとるらしいよ、この近所で。いや、毎日のように大騒ぎしおるがねえよ、話しちゃってからね。怖い怖い、村は思ってから。聞こえないんですかね。まあ、なんでかな。うん、まあ雨が続くけ、外電源もあるけど、まだ閉めてるとかね、そういうのもあるんでしょうけど、うん、でもね、石川さんはね、うん、これね、ちょっと石川さん一人の、今日黒着てるから分かんないと思うんですけど、ちょっと手を挙げてください。かなり真っ黒になってるんですよね。これじゃ分かんないですかね。これ焼酎焼けじゃん。焼酎焼酎塗って焼けたんですか。かなり石川さんね、これ黒くなりましたよね。ねえ、こっちの方が黒い。あ、そっちの方が黒い、うん、本当だ。窓から不定が出てるけ、いつも。あー、そっかそっか、うん、これ比べたら分かるんですけど、久しぶりに女性の手に触れた。よく言います、お店以外で。キャーねえ、あの外出てらっしゃる時間も長いからじゃないですか、石川さん自身が。ほうよね、うん、結構ちょろちょろショール系、この窓から出とる右手だけが焼けるような。そうですよね。そう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 、だんだん顔も半分とかね、焼けるようになってきて、未知との遭遇ばりに。さあ、未知との遭遇が出たところで行きましょうか。え、どこへ。うん、いや、ディアゴスティーニに行きましょうか。はい、はい、どこへって。びっくりファフル。週刊スタートレックエンタープライズを作るエンタープライズ D が完成していくわけなんですが、今日はウィーンガシャ行きましょうか。第3号、ちょっと魔人ブーも邪魔な、私が持っときましょうか。じゃあ、はい、ブーの盛りをしてもらって、お盛りしときます。よしよし、はい、じゃんじゃじゃーん。今回は第3号、第3号、はい、もうやっぱり2号と同じぐらいの形になってきたんですね。うん、やっぱりクリアパーツのメインブリッジのあれだね、はい、で今ちょうどあのおもむろに置かれたこれが設計図ですかね、うん、そうそう、設計図がこうやってついてくるんですよね。で今回第4デッキのパーツやけ、これが第4デッキの青写真みたいな感じの、うん、うん、がちゃんとそんな出てくるということなんですけど、本当に1週間我慢して開けないんですね、石川さん。ん、いや今日交代よ、これ。あ、そうなんですか。バラすな。我慢嫌じゃけわし。はい、で今日やっと開けたところは、うん、じゃあ、まあ、細かいパーツがたくさん、ね、これ今見る感じで、私が見た感じ ではですね、うん、前回の2号もこんな感じが入ってましたよね。うん、なんかこれ苦手やし。それとくっつくんですか。ほら、第4デッキの右左に、はい、うん、円盤部デッキの支柱1で、デッキの支柱2個、はい、うん、これが1,2,3,4,5個のパーツ、うん、それは2号にくっつくようになってるんですか。うん、設計図見たらね、そうなっとるな、うんうん、じゃあ作ってみましょうか。はい、じゃあ持ってみましょうか。わかりにくい、これそれとそれがくっつくんですね。うん、この右左、これってこれを下へ持ってこうかな。下に引くと皆さんに見えやすいかもしれないね。気が利くな、うん、この右左のパーツがこう来て、はい、でこのデコボコのデコが下になるように、これをくっつけるやつやね、うん、支柱が。それやっぱりボンドとか使うんですかね。これどうなんかな、まあ、くっつけた方がクリアパーツじゃんがこう気になるよね。そうですよね、こう瞬間接着剤でやったら溶かすけ白くなるよね。ねえ、白くなっちゃうし、綺麗につけたいですもんね、どうせなったら。ほんで、ほんで台座のここへ、あら、ね、このダラダラの雰囲気がいいね、うん、今ね、で、
バッコーヤさんがですね、あ、じゃないこれは、ただおやくさん、光るまで随分かかりそうですね。そりゃかかりますよ、お待ちください。まだまだ結局こうやって置くだけのパーツもあるわけよ、こうやって。ここへ置くみたいな立体感が出るんでしょうね、それで。さすが文系。文系よくわからんけど、これが確かに文系ですけど、これが今週の仕上がりになる。これちょっと聞いてみたいですよね、本当に、こう毎回くっつけていかなきゃいけないのか。でさらにこの上に、はい、1号2号のほう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 、それがくっつくんですか。じゃーん、じゃじゃんと、このバラバラのパーツたちが、くると、うん、あ、ここへエレベーターがあるわけだな。あ、それエレベーターでしたよね、そういえばね、うん、でこれが、あ、違った、全然違うな、あれ、ほうほう、前回ちょっと浮いていたそのパーツがそこに来るんですね。あ、ほんまだね、こう浮くわけだ、うん、立体感出ます出ます、それで、うん、これでこいつが来て、ピッ、こういう感じだな。私が説明書を読んで、石川さんがその通りに作るっていうのはどうっていうことなんですけど、説明書が ね、ほぼ絵なんですよ。うん、写真なんよ。そうそう、うん、これが 1,2,3 号の完成図。はい、うん、なんかでもあれですね、前回のちょっとあまり立体的でないものからこうやっていくと、あ、なんかできてきたぞって感じが出てきましたね、ちょっと、うん、一段上がったけど、うん、うん、そう。でこれが今週の第4デッキで、これが第3デッキの外周部、うん、これは第1デッキ、全く説明書を読まないのって書いてらっしゃる、あの質問が来てるんですけど、あの説明書自体がですね、絵を見ないとわからないような形になってるんですよ、うん、一応ね文章も書いてあるんですけどね、うん、はい、であと絶対部品をなくすんじゃないかと。そうなんですよね、どうなんですかね、これちゃんとくっつけた方がいいんですかね。うん、そこら辺がディアゴスティーニに聞いてみないけどな、これ、うん、来てもらうか、ツイートしてみます、来てもらいます、ツイートしてみますけど、もう間に合うんだろう、東京から。ああ、そっか、来てもらう、ツイートしてみましょうか、うん、今来てくれてで、本の内容の方は今日はどうでしたか。ん、内容読んでないまだ。あ、そうなんですか、うん、だけど内容としては特殊メイクのね話とかが今回、そうそう、この第4デッキの、うん、説明で、まあ格納庫よね、第4デッキいうのは、うん、うん、あとは、ね、構成日誌の説明とかね、ええ、まあ、こういう感じのパーツの説明、うん、どういう作りになってたのかとかですね、うん、だからドラマを見てる人にとってはちょっと、ああそういうことかって納得されるかもしれないです、うん、結構面白いよこれ、知っとるもん、うん、が見たらね、はい、うん、その隣にあるのがあの特殊メイクのね話が載ってたんですけど、ね、かなりこれは面白かったです。うん、これはスタートレックとディープスペースナインかな、あれに出てくるな、うん、クリンゴン星人な、うん、どうやってねそれが作られたのかっていう話とかを見て、なんかそういうのを思ったらですね、これあの全100号ですか、ね、100号をこう見て読んで作って、うん、その挙句にはもう一回ちょっとあのスタートレックを見たくなるっていう感じなんでしょうね。お、わしも最近見よるで。あ、そうなんですか。うん、これ買う前から、うん、あのスーパードラマ TV でね、うん、やってますよね、夕方6時からしようかな、前のスタートレックは5時からやれるけどね、毎日2時間録画してそれと一緒に、うん、見たい時見るよ、ね、この前パンクしとったけどね、うん、データが起きてハードが私もよくやります、なんでって、うん、
取れてなかったりしてね。そしたらあの正月になったらファンデル教授のぶち長い NHK のやつ撮っとってからね。そのせいでした。そうそう、もうあれけど、まあ、見たけど消そうか思って、ね、うん、もうね、見たのを消す見たのを消すじゃないとね、アメリカドラマ好きな人にとってはもう本当。ほね、それでね、間違えて龍馬伝の最終回消してしまってね。あー痛ーい。うわー、冷気になって。痛いですね。そう、龍馬伝の総集編か思って消したい。総集編はいまいち作りが悪かったけどね、うん、あれ変なインタビューみたいなの入っとってから最終回ポチッとやっちゃいましたか。そう、うん、まあ坂の上の雲は全部取っとんのかな。 ありますよね。ああ、まあこうもう DVD ボックス買おうかな思ってね、龍馬伝は。必要かもしれません。結構大河にしちゃ出てるらしいですね。うん、うん、中古出てないかな、探してみましょう。さあ、ということでスタートレックどんどんですね、進んでいくわけなんですが、100号、そう、そのうちの3回なんですよ、まだね。うん、頑張っていきましょう。長いね。はい、でパーツをなくしそうだっていう話とかですね、これをどうやって、うん、あの保存していくのかなんていうお話が今、ね、ソーシャル出てます。駄菓子屋あるある屋にずっと展示しとるんよ。置いてありますよね。うん、このまんまの形で置いてらっしゃるんですよね。そうそう、で遊びに来てもらったら、まあ触れる状態にはしとらんけどね、見してくださいいう人には見しとる。うん、うん、でもこの第1号のこれとまだ何もつながってないんですよね。うん、これはまあカバーだけね。うん、ねえ、雨の日とかこう、ああ使でも、うん、雨漏りが、そんな真剣に答えるかもしれないですね。ね、これはピチッと出せると。見たい方はぜひ見てもらいたいと思いますし、うんうん、保存をしっかりと石川さんも。いうかまあ置きっぱなしだからね。ねえ、まあでも、うん、ね、いや下手にこう保存しておいたらなくなるんよ。そうですよね。うん、皆さんにとりあえず聞きたいところは何かと言いますと、これをちゃんとなんか接着剤みたいなので止めるのか、それとも透明なので何か特別なものがあるのか。うん、そうそうそう。これのもしかしたら第10号ぐらいで。これで止めるとかっていう接着剤がついてくるかもしれないですもんね。もう洒落たことするかもしれないね。わからないですよね。ゴフティにはどうすればいいのっていうところでね。うん、どうなんかな。うん、クリアパーツいうのはちょっとためらうところやな、接着剤使うのがね。なのでもし情報をお持ちの方いらっしゃったら教えて。米粒こう練ってからこう。ああ、ないでしょ。プラスチックは白いよね。紙と紙だけだって。それも結構簡単に取れますからね。ビッと、うん、ビビッと取れちゃいますよ。なのでちょっと知ってる方いらっしゃったら教えてもらいたいですね。何か別のものを作られた方とか、うん、そうそう、ちょっとガンプラマニア教えてください。うん、はい、よろしくお願いします。さあ、来週は第4号登場です。どの部分が出てくるのか楽しみにしていてください。それでは1曲お届けしましょうか。はい、星座の方はどうなってますか今ね。あのちょっと何座か、乙女、さそり座、いて座、水亀座、はいの方。全然タレ取らない。そうなんですよ、4つあります。乙女座、さそり座、いて座、水亀座の方はお書きください。よろしくお願いします。じゃあ曲いってみましょう。東京で頑張っているクレシシーのシンガーソングライターです。ハブカトモノリさんでエバーグリーン。君の涙は僕の涙、君は僕、僕は君。You're the one.
ですか、行きましょう。揃いましたか、揃いましたね、揃いましたよ。いいですか、ちょっと横にずれとるけど、ああちょっとね、あのあフォロあフォロったもう石川さんね、今日一番の笑顔が何回飛び出たか、ね、今日はあのね、何でしたっけ彼は、ま、魔人ブーで、友達ピ友達なんですか、弟子がね、弟子、うん、弟子も見守る中なんですが、いよいよ揃ったということで、ご協力どうもありがとうございます、うん、明日からの1週間の星座なんですが、石川さんの星座どうなってますかね。おひつじ座、おひつじ座は気になるところですが、早速発表していきたいと思います。それではまず11位から2位まで発表していきましょう。さあ明日からの星座1週間皆さんどうなっているでしょうか。まずは11位からいきましょう。11位は水瓶座の皆さんです。不用意な発言が大きな問題を呼んでしまうかもしれません。行動には注意をしましょう。一番ね最後に一言多いやつ、ね、そうなんですよね一番最後に書き込んでいただいた水瓶座さんなんですけど、11位でした。気をつけてください。続いていきます。続いては第10位。10位はお牛座の皆さんです。お牛、積極的な気持ちが空回りしそうな暗示が出ています。様子見を心がけて吉です。ちょっと周りを見てからっていうのがねいいかもしれないです。さあ続いて第9位。第9位はヤギ座の皆さん、将来を見据えた判断が下せる暗示が出ています。目先の損得を気にせず長い目を心がけて吉です。9位にしては良い内容なんです。そして第8位の皆さんは双子座です。金運が低調な星回り、小銭を大切にしないとより大きな金額を逃すことになるでしょう。おお、1円を笑うもんはやったな。そうです、気をつけましょう。そして第7位いきましょう。伊手座の皆さんです。伊手身の回りの整理整頓をするとミスを避けることができるでしょう。これ分かります。周りが片付いてないとねちょっと失敗することってありますからね。断捨離じゃね行きましょう。第6位は天秤座の皆さんです。思いがけず嬉しいお誘いがあるかもしれません。参加して吉です。お納得、はい、ビンビン座だね。天秤座ですからね。はい、そんな今にも吹き出しそうな顔して止まらないでください。いや、そうでもない、こういう顔ないよ。はい、わかりました第5位いきましょう。第5位は獅子座の皆さんです。金運が上がってきました。しかし1万円を崩してしまうと低調に逆戻りしそうなので、小銭を多めに用意して吉です。わかる、これ1万円崩したらねどんどん出ちゃったりしますからね。崩す前に両替したらいけない。そう言っちゃどうしようもない。続いていきましょう。第4位です。サソリ座の皆さん、午後から運気がアップすると暗示が出ています。夕食は親しいお友達と一緒にとって吉です。
午後からがノリノリと。そして第3位はおひつじ座です。おお、ええね。眠気がポイントになりそうな暗示が出ています。あ、今眠たいんだけど。あ、そうなんですか。ぐっすり眠って運気を上げましょう。もうね、うん、ぐっすり寝ることが大事です。最近は割と寝れとるよね。ああ、じゃあいいですね、うん、やっぱ薬のおかげだな。うん、なんともコメントしがたい、はい、第2位いきましょう。第2位は乙女座の皆さんです。ファッションに気を配ることが開運のポイント。開放的で明るい色を選ぶといいでしょう。特に女性は露出の高いトップスがおすすめです。 トップスって何だ。上の服です。あ、上着こと。上着っていうか、うん、上の服です。ともか、うーん、上に着る服ですね。セクシーなものに。セクフル言ってません。そして、12位と1位、カニ座ウオ座の皆さんどちらでしょうか。じゃあ行きましょう。12位です。すごい寂しそうな顔してましたね今ね。あの星座を出される方がちょっと寂しいのはなぜかというと12位がウオ座の皆さんだからです。おお、厳しい資金繰りに直面そうな星回り。これ当たっとんね。今は耐える時です。頑張りましょう。西の方向に運気回復のヒントがあるかもしれません。こっちじゃ、こっちじゃ、うん、こっち方面ですよ。いいじゃないですか。当たりすぎじゃないか。すみません、皆さん身内盛り上がりでちょっとね、あのいろいろありますよ、はい、そして第1位いきましょう。蟹座の皆さんおめでとうございます。おお、うちの娘2人じゃん。おお、運気が華やぐ星回りです。ラッキースポットは本屋さん。大きな出会いがあるでしょう。それは本に限った出会いばかりではないでしょう。え、店員いうこと？本屋の。別に、あの本に関連して、例えば、ね、この本良かったわよねみたいなので盛り上がってこう話ができるとか、そういうことだけじゃなくって、うん、多分下のお子さん2人の場合は例えば DVD とか、うん、ガチャガチャとか、うん、そういうそっち系じゃないですかね。来週の今日一番下の子が2歳になる。あ、そうなんですか、うん、お誕生日ね。今日いらっしゃってましたよね。うん、ちょろっとまたえーっていう声だけ聞こえたんですけど、ちょっとなんか興味深い目で見ようだけどね。あー、なんかハゲとるってから。誰のことですか。やめましょう、はい、怒られてしまったって。へえ、なんかあれですね、成長ですね。うん、まあよう喋るよ、もう2歳だったら、ね、さらに4歳が喋るけんね。騒がしいよ、おちゃん、ね、そんな子供さんの声聞こえないですよ、どころじゃないと。お父さんにとっては、お、今日の朝静かだったからね。うーん、テレビが壊れたけ。ああ、でテレビどうなったんですか。父さんちゃんとテレビのお金払おうと言われたけね。いや、電波はただよ言うんで壊れとったよ、ね、ブラウン管のが。考え方が違うんですね、やっぱりお子さんって、うん、やれやれ思って。テレビにちゃんとこう毎月お金を払ってないとテレビが使えなくなるんじゃないかと。そう、はあ、そういうことなんだ。まあ買いに行ったよ、地デジ対応のねえ、うん、なんかいよいよ購入されたということで。安いんだな。そうですね、今すごい安いです。うん、私も買った時より多分安くなってるはずです。私も安かったですけど。安いのにさらにうちのバーバー連れて行ったっけね。ええ、値切り倒す倒す。ああ、私が買う時もぜひ一緒に行きたい感じですね、それは。まあってからなんかね、うん、もう一緒におるのが恥ずかしいけど、ちょっと3メーターぐらいバックしたけど。3メーターもですか。あらあら、冗談持ってからね、うん、もうちょっとバックしようやってから、ええ、まあ、バーバーに任せよう、ここはってから任せていい買い物ができたと。かなり値切ったんだよな。へえ、値切った感じでもう一台テレビ買うだけ、ね、うん、うん、びっくりしとるよ、まあ、そうだったんですか、うん、でもどうですか、テレビがついてお子さんたちの反応的にも。いやびっくりしたんが、何年ぶり、長男が生まれた時のテレビだけ8年9年ぶりに買うたんかな、あれは、うん、そしたらあのテレビの中に DVD が入ってくるんよ。はいはい。でハードディスクに録画できて、さらに
DVD にも録画できるというなんか、うん、はい、いう機能のやつを買うたんや、うん、うん、まあすごいなって。じゃあ石川さんの録画の、あの録画できる範囲もいろいろ広がったと。ほうよね、うん、ああいうハードディスクへの レコーダーは去年か一昨年買うたんよ、うん、うん、それでバン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 そこへ入れていきょるいう感じだけど、うん、それがテレビに内蔵されるのびっくりした なんか、うん、ここまで日本はやっぱり日本人はすごいな。まあそうですよね、うん、テレビといえばやっぱり日本のテレビっていう、そうね、あの椅子型の中にこうねえ、録画機能とかなんじゃ、ほんで郵便番号入れただけでチャンネルが設定できるの。そう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 、あれびっくりしますよね最初ね、確かに、すごいな。まあそんなお子さんたちはですね、ここでは本当は仮面ライダーファンの皆さんとスーパーヒーロータイムファンの皆さんに向けて、番組を進めていくところなんですが、うん、テレビがやっと来たぞというところで、うん、なんと仮面ライダー休みだったということで、昨日はね、昨日はね、うん、はい、昨日は全米オープンのせいでいたいけんけど、うんうん、まあ、があったので全国の子供たちが泣いたという、そう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 、息子さん子供を泣かしてどうするんか泣いてました。反応は2人とも、長男はあのテレビジョン見て知っとったけどね、ああ休みだっていうの、うん、はい、で長女は、まあ、4歳だけまだね、うん、テレビの前であの放心状態だったけどね、あで父さんどうなっとるんこれはってから、何が起こってるのと、プリキュアはって、うん、なんて言ったんですか。だけプリキュアも毎週戦いよったら疲れるけ、今週は休んで休んでゆっくりしょるんよいう話して、納得してました。うーん、言ったけどやっぱりブルーなよね。ああ寂しいんだ。うーん、だけど、まあ、一応先週の録画を再放送して、うん、うん、再放送今週は再放送だみたいな、再放送してっていうことは石川さんが自ら再放送させてあげた、うん、そうそう、フィフィプリキュアってから、うん、歌う、納得してました、うん、やっぱりあの最初歌歌うんですか、一緒に一緒に歌えるよ、踊りながら、うん、で次女の2歳の1歳のもこう一緒に踊るよね、うーん、ネジを巻いたようにこうこうネジを巻いたように見てみたい光景ですねそれは。へえ、うん、ちゃんとねえねえみたいにちゃんと踊りってから、ね、お姉ちゃん教えるんですね、うん、うーん、まあ、若干ちょっとこうね、なんか子供たちにとっては寂しい休日になったかとは思うんですが、昨日といえば車を利用される方にとってはですね、うん、もう今行っとかないとっていうぐらい高速道路の、休日上限1000円終了、うん、ね、うん、私ちょうど、クレで仕事をしてたんですけど、ポートピア、ポートピアじゃなかったんです、クレ市民会館でしたけど、お、はい、で仕事したんですよ。で帰りに打ち上げとか全部終わって帰って、打ち上げってあるんだ、があったんですよ、うん、あの全部焼き鳥とか、あ、焼き鳥じゃなかったですね、焼き鳥食いたいな、食べたくなりましたね今。うん、まあ打ち上げが終わった後ふとそう、ふと時計を見たら12時過ぎてたんですよ、うん、であと思って、うん、であの送ってくださる方がいらっしゃったんで、そういやと思ってね、お金出すことになりますよね、あ、お金がいるんだったら12時過ぎたからと思って、あ、12時までだったんだ、そうなんですよ、学例の方は、無料になってたんですね、うん、あれが有料に戻っちゃいました。まあね、うん、あ、浜田どう思うか、そしたらな、そうですね、いや、この何回ね、浜田の水族館、ええ、結構行った人が多かったの、そう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 、帰り大変だったみたいですけどね、うん、若干、あ、この車線が狭すぎる、そう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 、結構多かったですよね、ツイートやミキシーでも、うん、自分の周辺でも行った人多かったですよ、ほうね、はい、あ、白イルカ館ができたっけね、そうそうそう、学生とかがまたみんなで行ってました、え、ほう、うん、学生運動の、いや、運動はどういう運動をしたかわからないですけど学生みんなでとかね、うーん、車に乗ってみんなで行ってきましたっていうのをたくさん見ましたけど、いや、山陰がね一番こう近いけど行った気になる場所が多い、うん、
県外だなっていう気がすごいしますもんね。そうそう、よう作っとるよな。ねえ、よう作っとるよなってか、うん、でもあるものもね、またちょっと広島ないものだったり、うん、ちょっと建物の背は低いしな、なんかこう、そう見晴らしがいいよな、街が、うん、し、あの見たこともないものもね見れますもんね、うん、うん、まあけどこうやって声援とかね、無料化とかこうパッと決まるじゃん、その影響でからフェリー会社が潰れたり、うん、その周辺の商店とか倒産したりしとるじゃない、いろいろありましたよね、うん、じゃあこれ無料化が終わったけってその人らは戻ってこんわけよ、うん、こう社会的に見たら、うんうん、ほんで今度は高速の利用者が多いけ言うてそれを当て込んで設備投資じゃ人員を増やした人らも日もさっちもいかんようになるわけよ、この無料化廃止で、うん、で結局このだからなんかみんな政治理念のない政治に振り回されとるような気がしてね、なんかこうな何をしょんかないよな、その震災のせいに古いもなんかな、そうです、ね、おかしいな思うしな、うん、確かに、うん、一番簡単なんだけどな、心配のせいに振るんが、うん、だからちいと政治に国民が振り回されすぎて、うんうん、結果社会的には影響を与えんかったいことよな、この高速道路の、うんうんうん、政策に関したらな、うんうん、なかなかこう難しい問題でもありますけど、なんか行き当たりばったりその八方美人に味方なしって言うじゃない、うん、みんなにこうええことええこと言うて、うんうん、言うたからにはそれ尻拭かにはいけんのんだけど拭けてない、うんうん、絵に描いた餅をばらまいて、うん、結果みんなが苦しむような感じになっとるけ、うん、困るよ、うんうん、確かに、やっぱり、まあ、政治家じゃのうても社会人はね、うん、一回吐いた唾は飲み込めんよってね言ったからには言葉に責任がないと、うん、そうですよ、ね、チート困るでいう話もね、うん、反面教師だね、巨大な巨大かなり巨大な反面教師ですね本当、うん、だけどまあわしら県、ね、建設業界、まあ、そこまでその高速道路の影響を受けんけね、うん、あれやけど、まあ、遠出しょる人は別としてね、あそうなんですか、うん、だけどやっぱり旅芸人の業者がおるわけよ、うん、いろんな県へパッパッパッパ行く、うん、ああいう人らは影響を受けるかもしれんけど、うん、地場でやれる業者はあんまり影響を受けんよな、うんうん、あそっかねえ、なんかでも本当に私たちにとってはこう高速道路の休日上限1000円なくなるんだからちょっと週末どっか行こうよっていう風な、うん、そんな話表の話はそういうところしか出てないじゃないですか、そう、ね、でもその下にある本当はその後ろにある話っていうのをねもうちょっと私たちは気づかなきゃいけなかったと、うん、深刻な思うよ、うん、じゃあ高速は無料じゃなくなったけと、まあ、じゃあやめと乗るのやめとこうかいうレベルに、うん、なるわけですからね私たちってそういう、うん、けどそれによってじゃあ廃止されたフェリーはどうなるんかいう話になったり、その生活に直結しとる人ら、うんうん、その人らはどう責任取るんかいう話になるよな、こんな実験的いうか試験的なもんでやっぱりね会社潰された人も多いんだっけ、うんうん、結果失業率上がるわけよこれで、そうなんですよね、うん、ですね、ナットマンさん書いてらっしゃるんですけど、うん、船っていうのは一旦止めてしまうと再び使うためには大変なんだってと、ほうね、なんか船底へ貝がくっついたりどうじゃこうじゃすごい費用かかるんだろう、そうなんですよね、これから頑張るって言って何かどうしようっていう時にもそういうまた設備の問題とかもねいるんですもんね、なんか簡単なんやな物語が、うん、簡単にパッパッパッパなる思うとんか、けど世の中はそんな簡単なもんじゃないけ、うん、実際歪みが大きいよな、そうなんですよ、うん、まあ、昨日は最後ということで、田田親さんも書いてらっしゃるんですけど、うん、国道31号線には渋滞がこうできていたよっていうお話なんですけど、まあこれからまたどうなるかっていうのはまた来週再来週にいろいろ出てくるんでしょうね、うん、どうなるかっていうか、まあね、その影響がどこまでどう出るのか
今からっていうとその浜田道なんか特にですけど、うん、広島の人ってほら普通に海で遊ぶんだったら瀬戸内海でもいいけど、うん、ボードとかをして遊ぶんだったらやっぱり浜田に行くって方が多いじゃないですか。波があるな。うん、なので泳ぎに行くなら浜田ってすごい多いですもんね。そうな、うん、波乗りと拉致は鎌田だよね。言っちゃいけないですそれは。コウさんとかね車持ってませんっていう方いらっしゃるんですけど、車を持っていない私とかもですねやっぱ乗せてもらう感覚でどこまで払ったらいいのかなって前まで思ってたけど、1000円だったらもう頭数割ってこれでいいやって思ってたんだけど、うん、その金額とかも高くなるなってね思いますけどね。いやまあこれからの夏休みのシーズンよな、うん、影響は一番大きいのは。ああそうですね、うん、平日の土日とかそこまで、うん、当て込んどらんだろうけどね。うん、うん、まあでも感覚の違いなんですよね。柿田さんが結局私は高速使うなと首都高の700円に比べれば安く感じるって確かにそうなんですよね、うん、200円400円で通れる道路多いですもんね広島も、ま、200円はないか、まあ、柿田さんの有り余る財力にと比べたらな、わしらのこの庶民の暮らしをの。すいません柿田さんそんなイメージを私たちが作り上げてしまってるような気がしますね。なのでまた高速の話はどうなったかっていうのね、うん、使ったよとかやっぱり高速行かなかったよなんていう話があったら教えてもらいたいと思います。さあそんな笑ってる石川さんちょっと聞きたいことがあったんですよ、うん、お断りしますじゃあやめときますまた来週終わっちゃうかここでって毎日更新される夢ホームのブログなんですけど、うん、6月16日の記事に極秘で進めているプロジェクトという言葉があったんですけど、うん、そうそう、何か極秘なものがあるんですか。まあまだこうみんなの前じゃ言われるんだけど、うん、ちょこちょこ、まあ、こんなんやるんよって人に言うわけよポロッと。たらそんなんいけるわけないじゃんみたいな、うん、うん、そんなん聞いたことないよとか、うん、言われたらなんかこう和紙的には嬉しい。 なんでですか。うん、そんなん聞いたことないよいうのは、ああその人間の情報が狭いんかな思ったり、うん、うん、でその人間の想像力を超えたもんわしは作っとんかもしれんし、うん、うん、だけど逆に会議でもそうじゃん、商品のみんなが賛成、会議で賛成する商品はヒットせんよって。うん、確かにそうですね、うん、そういうもんなんやな。こう、うん、会社作る時でもやっぱり周りからわしら反対されたけね。こんなに建設会社よけ潰れる時に何会社作るんかいで最初はね、うん、そうでしたよね。けど求める人間はまあ親切なんかもしれんけど、うん、会社を作ることに関してわし以上に真剣に考えとるはずはないんよ。うん、うん、確かに何に対してもそう、この駄菓子屋あるあるや作る時でも建設会社が駄菓子屋作るなんて聞いたことないよ言うけど、うん、まあ初めて聞けてよかったねいう話して確かにね、そうですよね、うん、だけどその、うん、反対する人はまあ、うん、親切なんだけど、うん、じゃあ自分以上にそのことに対して深く考えてるのを言ったらそんなわけはないんよ、うん、だけ反対されてあほんじゃやめようかないうのは愚の骨頂でね、うん、うんうん、反対されたら逆にあみんなの想像を超えたことをわしはやろうとしとんじゃいう感じで逆にやった方がええと思う、うんうん、わしはそういう感じで、うん、このつい生でも前、まあ、ラジオ局で番組持ってた時もそうやったし、うん、とにかく人から「あそれええじゃん」言われたら「ちょっと待てよ」ってから考え直そうって逆にですね反対ですよね私たちの普段の考えからは、うん、そうそう、何かをやろうとしたら逆に、うん、考えてしまう、うん、うん、あこれ平凡なんかな思ったり、ね、うん、でまあみんないろいろこれからね、ええ、やろうとしとる人らに対してはやっぱり人に反対されたけえて
やめたらいかん、うん、うん、それを押し切るもんが必要ないね。で、うん、それは何なんですか？これ言われ、はい、いや一応皆さんにですね、うん、あの極秘プロジェクト人に言えないから極秘なんだべさって書かれたり しましてちょっと、まあ、まだ固まっとらんないよ。一応言ってくれるかなっていう意味を込めて聞いてみたんですけど、やっぱり無理でした。皆さんごめんなさい。聞けるか頑張ってみたんですけどね。ちょっと次生初開地でね、うん、商品を販売発売しよう言うんでね、あ、うん、そこまで言っちゃいます。はい、まあ、新規事業かって書かれてらっしゃいますけど、カモメトイボックスさん、うん、あのまた極秘プロジェクトについてはまだ極秘ということで、新プロジェクトに変わったらお話ししていただけると、うん、まあ、まあ近いうちよ、うん、あ、そうですか。そうそう、へえ、楽しみですねこれは、うん、だけど割と周りから、うん、否定的な意見が多いけ面白いな思ってね、うん、へえ、まずあのその否定的なね意見含め発表ができる時が、うん、そうね、近々来るということで、うん、楽しみにしていただきたいと思います。そう、極秘は極秘でした。一応頑張ってみようと思ったんですけどね、はい、なのであのいきなり最後にあの聞かないいはずだったんですけど一応振ってみました。はい、はい、お楽しみにしていてください。さあそしてですね、先週プレゼントの応募を募ったブッダ、うん、あ、みんな手塚治虫の喜んでもらえたね。はい、あの届きましたよなんていうお話とかもいただいたわけなんですけど、劇場鑑賞券のプレゼントの中で5名いらっしゃったんでしたっけ。フォーフォー、今4名しか発行しておらない。そうなんです、実はお一人だけ連絡がつかない方がいらっしゃいましたので、うん、1枚お届けできないままでした、はい、なので先週応募していただいた方の中から再度抽選をさせていただきまして、うん、アントハーブさんにプレゼントすることが決まりました。おめでとうございます。今日ですねソーシャルの方にもいらっしゃってますので、あの今ちょうどですね番組の、まあ、途中ではありますけど、こちらの番組の方の、方に、名前と住所と送っていただければお送りすることができますので、うん、よろしくお願いいたします。ツイ生初開地ツイ生201かですね、もしくは今あのソーシャルストリームの方には、夢ホームになってますが、ツイ生201こちらの方の、アドレスにDM を送信してもらいたいと思います。よろしくお願いいたします。でもね、住所分かった時点で発送しますんですね、はい、うん、よろしくお願いします。待っております。今日ね来てらっしゃるんですぐに分かるんじゃないかなと思います。よろしくお願いいたします。さあということでですね、今日は仮面ライダーがなかったということで、別のお話をいろいろさせていただきまして、はいはい、ちょっと時間の方もかなり迫ってきたんですけど、うん、さっきのあのね高速道路の話、うん、ちょっと早い石川コラムの時間だったなっていうなんかもありましたし、拡大版だね拡大版でした。で、あの極秘プロジェクトについてもちょっとお話をしていた言ったんですけど、忠雄さん24時間放送じゃないです。はい違いますじゃないです、それは違います。愛を救う会、ね、はい、またこちらの方は少しずつ発表させていただきますので楽しみにしていてください。さあ簡単に石川コラムをさせていただいたということで、うん、はい、今日はこのままエンディングに行っちゃいたいと思います。どうぞ。さあ、どうぞですね、あ、早速見に行きましょうと、あのご本人からも石川さんのお話に聞き入ってたんですが、びっくりありがとうございますと。おお、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。送っといて、必ず送っといてくださいね。多分もうそろそろ届くんじゃないかなと思いますので、はい、こちらでチェックしていただきます。鑑賞券とね、この駄菓子屋あるある屋の駄菓子詰め合わせで送ったの。お、そうなんですか。うん、ダンボール箱10箱分ぐらいね一人の家に出たみたいな、ね、迷惑ですからみたいな。いやいやまあ、ね、売れ筋のをね、チョイスして、あ、それかなり嬉しいですね。うん、結構喜んでもらえたね。うーん、ね、こういう企画がまたええね。
そうですね、また何かありましたら、そうなんです、あくびさんごめんなさい、いらっしゃらない時にそんなプレゼント企画があったんですよ、ね、申し訳ございませんでした。またあると思いますので楽しみにしていただきたいと思います、ね、はい、石川さん今週はずっと雨って言われてたんですけど、ちょっと明日は晴れ間が覗くかもっていうね。今日天気予報間違えとったろ、朝なんかね、おかしかったですよね。降水量30ミリって書いてあったよすごいことになってましたよねマジか、ね、うん、30ミリってどういうことって感じでしたもんね。もう一回見たら3ミリになった、変わってましたよねあれでもやっぱりみんな見てたんですね、30ミリっていうの。いや異常だよな、うん、けど九州に大雨が今日言うてよだけ、そうそう、だからちょっと本気にしてこれ変わるて、うん、私ちょっと今日お休みだったんですけど、窓ピシーって全部閉めて泳げるぞみたいな、30ミリはないだろうなと思ったんですけど、なんかの間違いは間違いなんだろうけど、すごい雨が降るのかなと思ったら、そうでもなかったですもんね。そう、広島で30ミリになっとって、あ、これ間違いだろう思って山口県見たら27ミリになっとった。そうなんですよ連動して間違えたんだ、なんか単位を入れ間違えたとかね、そんな感じだったんでしょうね。まあ、でも雨もまだまだもうちょっと梅雨時期が続くらしいので、長いね、長いらしいですね今回。また梅雨のに雨が多いよね。そう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 、梅雨だから雨が多いのは当たり前なんだけど、雨多いですよね。ちょっと今年の梅雨は多いよ、しかもちょっとなんていうんですか、降り方が半端じゃなかったりするので、で雨じゃ言うて降らんかったりね今日みたいな、あんまり、そう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 、そんな日多いですね。割とこう判断に迷うの、朝の判断が。そうなんですよこの前の土曜日も傘持って出たら降らなかったですからね。じゃあ傘売ったわけ、そしたら、忘れて帰りましたでも忘れて帰りました、確かに、ね、なので天気予報を見てもちょっと当てにはならなかったりするんですけど、折りたたみを1本入れとくのは大事かもしれないですね、まあね、分からんよね、天気が。あ、東京は曇りばっかりで雨が降らないんですって。ええ、ウッシーポップさんかな。でもね、バーッと晴れてほしい気もするんですけど、曇りもね、なんか気分がちょっとこう、ってなりますけど、曇りの方が日焼け降るけね。そうそう、だから雨は降らないでねって言いたくなるような、なんかよくわからない天気多いですよね。まあ余裕とくよわしが、雨降らすなと。そうそう、高木ブーと中本浩二、やっぱりね、その二人ですよねお願いは、まあ、雷ないんで大丈夫かなとは思うんですけどお願いしてもらいたいと思います。そうなんです、今年の梅雨は長いというね、予測も出ておりますので、ね、沖縄はねえ、2週間ですか、ね、もう明けて ね去年沖縄行かず今年行けばよかったなって思ってますけどね私。いや、子供はね、梅雨明けたいことは夏なんよって。そうなんですね。じゃあもう沖縄はもう夏なのよ。沖縄夏ですよ今も。開放的な男女がすごいんだろうな。行きますか浜辺でね。浜辺とは限らないと思います青かんぐらいね、どうかと思いますよ ね、 本当ね、こんな割り方していいんですかね私たち、はい、番組の最初の夢と希望を持たせて終わるんよ。そうです、番組前の30分はだいたいこんな感じです、すいません、はい、皆さん笑顔だけで感じ取ってください毎回ですねこの番組、ライブ配信終了後に夢ホームのブログの方に掲載しておりますので、聞き逃した方はぜひ聞いてみていただきたいと思います。さっきの部分がカットされるなんてことはないと思うんですが、楽しみにしていてください。さあ市川さん、鼻詰まっとる系喋るんがやし、ね、なんか大変みたいですね、大丈夫ですか。次回のライブ配信が6月27日、お誕生日ですね。誕生日だね、下のお子さんの誕生日ということでね、あ、そうか、はい、誕生日会してここへ入るような感じか。お、そうですね、お子さん、ちっちゃいお子さんの方なので、ねね、待ってはいられないですもんね、じゃあいう感じで、はい、誕生日会が終わった後の石川さんに誕生会の感想なども聞きたいと思います。来週もよろしくお願いします、はい、それでは今夜はこのあたりで、ついの間初開地、この番組は住宅リフォームと外交工事でおなじみの素敵住空間夢ホームの提供でお送りしました。